てあるの。オーブンで買えるんでしょうか。そこにあるでしょ。あるでしょ。美味しい。私らも昔もんですさかいな、やっぱりお月さんにはウサギが文字ついてるなんて言うて大きなってきたんですよってな。やっぱり夢は夢として置いていきたいですな。上にあったでしょ。で全然もう小さくてわからないし、気がつかなかったわけじゃなくて見たことは見た。あ、見たことは見ました。だけどもう前からこういいなと思ってたね。ここに来るまではいっぺん見てみるとやっぱりいかんわ。大したことないわ。ただそれだけです。なんか金みたいな、金っていうよりかね、なんか変な形しててね、で色が金色みたいな、でとても僕も欲しくなっちゃった。欲しくなった。どんな石だと思ってきた。真っ黒くてね、別に真っ黒くてで大きめなね、あんまり大したことない石だと思って。そしたら欲しくなるほどいい石だった、うん、もらえたらどうする。もらえたらね、僕は僕の、金庫が詰まってずっと金庫の中入れておいて誰にも触らせない。これで必要なくなってきたらね、僕は誰かと何かと引き換えにします。どのぐらいのもんと引き換えられる。例えばね、普通の金とね、普通の金10個と引き換え。10個って、こんな小さいの10個。いや、なるべく大きめの。
おめでとうございました。泣いてらっしゃいましたけども、どうですか。感激で胸がいっぱいでした。奈良さんね、こういうあの結婚式をやるというのは二人の相談の上でお決めになったんですか。そうです、二人で相談して決めたんですけど、僕は自主的にあの投資をしたのは投資したんですが、こういうやり方はもうちょっと古い人にはちょっと抵抗はあると思うんですけど、僕ら若い世代のあの世界の恋人たちと一緒にやれると、ええ、いうことに対してものすごく共感を覚えました。初めは舞台なんかあるからなんか芝居じみたようなもんだと思ったんですけど、なんか自分が この台に上がった途端になんか、ああ結婚しているんだなという実感が湧いたもんですから、自然に涙が出たんです。あのね、こういう結婚式をなさると、そのエキスポとあなた方の一生というのはもうね、忘れられないものになると思うんですかね。そうですね、もうこういう人類の進歩と調和という大きなテーマの中で、僕たち個人もやっぱしあの生活を、個人個人の生活ですけどね、調和がないとやっていけんと思うんですが、